質問コーナーやってます。はい、質問コーナーということでね。さあ始まりました、カモミールチャンネルということですね。久々の更新ということでね、お待たせいたしました。お待たせしたのかどうかっていう疑いはありますけれども、まあそれをお待たせしましたということでね、本日は撮影していきたいと思うんですが、何でしたっけ、質問コーナーやってます。はい、質問コーナーということでね、お答えさせていただければと思うんですけども、誰が興味あんねんっていうツッコミは置いといてですね、興味ある人だけ見ていただければと思います。工事283さんからのお便りです。ありがとうございます。お便りなんですか。はい、お便りになります。こちらがね、はい、キムさんは社員さんですか、あと3人さんは基本会社でのお仕事ですかっていうね、お便りになっております。ありがとうございます。お便りありがとうございます。キムさん社員さんなんですか。社員ですね。はい、社員ですね。社員ですね。社員兼も専属モデルですよね。会社でのお仕事ですかって聞きますが、会社で仕事をしたり外出たりみたいな感じですね。はい、いろいろね SNS いじってもらったりとかしてますね。私も SNS いじりますけれども、まあ、メインでカタカタしてもらってます。で、まあ、後ろにいるクロワッサン部長が、はい、僕はもう基本営業出てますんで、ほとんど事務所にはいないです。まあ、ですので、特に大阪市内ですね、いることが多いので、見かけられた方はお気軽に声かけていただければと思います。はい、私はまあいろいろその面談に行ったりだとか、実際にお会いしてどんなことしてるんですかって、ここで働きたいとかっていう方いらっしゃいましたら、詳しく説明させていただきますので、ぜひぜひね、お便り待ってますんで。はい、はい、続いてのお便りです。上田っち介護職でも夢はっていう方ですね。仕事何時出勤なんですかっていうね、質問でございます。仕事なんですよ、俺も自由に出勤してくださいっていうふうに言ってます。我々その出勤時間とかも定めてませんので、結構ね働き方変わってますよ。身をによっちゃブラックだし、身をによっちゃホワイトだしっていうような感じですね。白の T シャツ着てますしね、今日たまたま全員ホワイト。はい、続いてのお便りになります。七瀬さんですね。彼氏はいますか、綺麗ですねって来てますね。ありがとうございます。よう言われるんですよね。やっぱよう言われるんですよ。そうですね、この質問に関してはやっぱり借り上げ部長です。まあまあ確実に僕でしょ、これは。考えてほしい。ありがとうございます、はい、残念ながらその彼氏はいないんですよね。まあ今募集中っていうところになっちゃうんですけど、まあただその結婚して嫁がいるので、彼氏候補の方はそのまあ嫁に買っていただきたいなっていうところですかね。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、百花繚乱様からのお便りでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。会社の設立はいつですかっていうね、2019年の12月に設立したばかりなので、まだまだ若い会社です。頑張らせてください。皆様の力で押し上げてください。はい、では焼き焼き奉行様からのお便りでございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。15,000人おめでとうございます。調子さんにゴミ箱、ゴミ箱と正しい発言に修正したいですってことですね。ゴミ箱。はい、ありがとうございます。はい、鉄マロ様からですね、ありがとうございます。借り上げ部長の箱の闇を暴こう。さあ、じゃあ暴いていきますか。ありがとうございます。まあね、借り上げ部長に関しましてはね、私結構長い付き合いになるんですが、本当にね、この世に出れるようなタイプの人間じゃなかったんですか。本当に闇は深いので、まあ、この動画上で発言することはできません。まあですが、もう彼は今まともな人間になっておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということでね、頑張ります。はい、タクボン様からありがとうございます。はい、何歳なん。来てます。ありがとうございます。なかなか荒々しいね。いやいや、まあまあ、ね、フレンドリーな感じですよね。ね、うん、親しみを込めてっていう意味合いですよね。何歳なんで、あんたがために使ったらあかんねんか。あんたは違うかな。何歳なんで、よう、まだくんねんな。出たいやっとりあえず。あー、言うか。31歳になります。あ、はい、何歳なん。ゴリゴリ年下やないか。ゴリゴリやないか。ゴリゴリやぞ。初年やけど。俺も初年や。人回りしたやないか。何歳なん。俺28歳です。はい、微妙。何よ。はい、ありがとうございます。キーくん、はい、おめでとう。まだまだ伸びるでっていうふうにいただいてます。これもね、1万5000人いきましたっていうところなんでね、伸ばして伸ばしてっていうところですね。ゴムゴムのミー。あー、ミーでいくタイプ。ゴムゴムのピストルとかやけど、ミーのことを、ミーを食べて技が出るよね。あれ知らないんですよ。ゴムゴムのミー。は、あ、はい、そうっすよね。業者だよ。営業の人っす。ゴムゴムのミー。はい、鈴様からのお便りでございます。鈴様、はい、理想のタイプはっていうふうに聞かれてますね。はい、私は自分を引っ張ってくれるような人が好きです。はい、自分がね、ポンコツなんで。世の 99% の方いけるね、これいけられる。大丈夫ですよ、本当にポンコツなんで、彼女は。だいぶ人間的に問題がありますね。ないです。はい、続いてですね、ひろしさんからのお便りです。はい、ありがとうございます。はい、やりとりは基本アドリブですかっていうふうにね、いただいております。そうですね、やりとりは基本的にアドリブですね。はい、
そうです。そうしました。キュンデス生活に関してはもう基本的にアドリブがほとんどなんですけども、明らかにこれアドリブちゃうよってやつあると思うんですけど、まあそれはアドリブじゃないですよ、それは。やらせです。やらせやらせっていうのは、これはやらせていただいてますの、やらせです。間違ったらあかんやん。これやらせてやらせていただいてますってことですね。下から目線ですね。はい、下からやってますんで、そういった意味合いです。奈良さんからの質問ですね。ネイルは変えないんですかっていう質問なんですけれども、私ですね、ちょっとネイルは変える予定は、現在ございません。あ、変えないんですね。はい。で、まあ、後にそのね、刈谷部長がもしかしたら変えるんじゃないかっていうふうな話は。逆に僕がちょっとね、変えていこうかなっていうのは、検討中ですね、今。予定はございます。何かまたコメント欄で、絵のあたりいただきたいなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、続いての質問です。高様からの。ですありがとうございます。ポッサンの、帽子選びのこだわりを教えてくださいというのは半分冗談で、お三方は最初からそんなに仲が良かったんですか、仲良くなったきっかけとかあったら教えてくださいっていうことですね。はい、じゃあ帽子選びだけを答えさせていただきます。逆逆逆逆そっちはどうでもええ方やん、仲良くなったきっかけを喋ってください。ああ、仲良くなったきっかけ、はい、なんかありますか。私最初すごい苦手でした、はいはい、怖かった。あと僕もそうですね、もう7、8年前になりますけどね、はいはい、えらいグイグイ来るやっちゃな思って、はいはいはい、すごい思ってましたけどね、はいはい、まさかね、長いことこんな一緒にやるとは思ってなかったですけど、きっかけって言われたら難しいですよね。きっかけ言わんと。きっかけ、きっかけ言わんと、その第一印象悪いやつでも勝つことになりやすい。きっかけはカラオケに連れて行かれた。あ、でも僕もそうですね、最初そういう感じで結構バリア張ってたにもかかわらず、なんか誘い続けてくれたみたいなきっかけじゃないですかね。そうそう、ありがとうございます。基本的にね、ゴリ押しタイプでね、でまあ、TikTok とかそういうね、動画配信とかをその始めたきっかけになるのがね、怖がられるってことがたくさんありますんでね、こういう機会で私自身のことをね、知っていただくことによって、知ってる人って別に怖くないじゃないですか。確かに。パッて見た瞬間、うわっ、この人怖そうやなっていうふうに思われることが多かったので、優しいですよ。かなり優しいですよ。何してんの、こんなんしてんの、何してんの、何で白 T やねん、全員。そこなんですね、白 T 着てんの。そこない。私は読んであげますよ、使いますか。はい、じゃあ読んでいきますか。はい、私がやります。はい、カディ様からのお便りです。はい、ありがとうございます。皆さんの出会いや関係性などを聞きたい。出会いはそうですね、私がその店長をしてた時の居酒屋が出会いですね。で、二人はアルバイトとしてよく働いてくれましたっていう感じですね。関係性では上司と部下ですよね。では次はコケヒョン様からのお便りです。ああ、コケヒョン、いつもありがとう。ありがとうございます。コケヒョンさん。3人に質問です。はい、今まで TikTok 撮ってきた中で一番お気に入りの投稿はどれですか。あ、もう一つしかない。俺は AT フィールド全開っつって傘バーってやったんですけど、あれが一番面白かった。一番思い入れないんです。あれが一番面白かった。自分の中でバズったなって思ったけど全然バズらへんかったっ。ありますね。はい、はい、それですね、私は。なるほど。なんですか。やっぱポスさんとの掛け合いとかは見返してもうわおもろと思ってバズるやろなって思うけど、まあバズらん。楽しい。なるほど。思い出せないんです、何を投稿して。思い入れがないんですよね。思い入れありすぎて見返したらあこれってなるけど。そうなんですよ。質問コーナーやるって言ってるのにそういうの準備してこないんですよね。はい、ある程度急にするって言ったから。はい、急にするって言ったから。そうダイヤンな。ハオイハオイ。次、はい、ジャック・バウアー24カッコ公式カッコ閉じる様様ありとね。皆さんそれぞれの趣味教えて。そうっすね、趣味はキャンプとか潜ったりとかお釣りとか行ったりするの好きっすね。あと料理。趣味はありますか。趣味ですか。嫁に怒られること何かありますか。なんかお菓子作りが趣味ですね。お菓子なもの作りやろ。そうですです。はい、はい、です。年収いくらくらいですか。150円ぐらいです。2ドルです。7万ウォンですね。じゃあ最後の質問です。はい、おがくん様からの。はい、何が何が質問やねんってことやね。そうです。うん、あ、なるほど。なんか知らんわって誰やねんっていう話がね。図が高いと。はい、いかがだったでしょうか。真面目に答えるつもりでしたが結構ボケちゃいました。すいません。そうですね。ただこれ真面目に答えて面白いんかなっていう不安からこういった言動に至ってます。はい、普段は真面目に仕事をさせていただいております。はい、ただ動画上はこういった感じでふざけたりとかしますんで、ふざけれる仲間がね、いるっていうのは素敵だっていうふうにね、思っていただければ幸いです。はい、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、次回の動画でお会いしましょう。だっちゅうの。バイバーイ。これ面白かったんかな。